鎌倉義太郎10月19日から1983年8月3日は日本の染色家、沖縄文化研究者、瓶型の技術を継承し、重要無形文化財、片絵染めの保持者に認定された。また、第二次世界大戦前に沖縄の文化財を調査し、大量の写真を撮影したりメモを記録したりしたことで、1945年の 沖縄戦で壊滅に瀕した沖縄文化の保存や復興に貢献したほか、戦後の首里城再建は、鎌倉の資料に追うところが大きい。彼の評伝を表した、与那原恵は、鎌倉を琉球文化全般の最高のフィールドワーカーと表している。代表著書に、沖縄文化の違法がある。石垣市名誉市民及び三木町名誉町民。河本古筆、昇進王小声。 鎌倉義太郎が撮影保存した絵画資料の一つ。現物は、繊細で喪失鎌倉は2時にわたり、琉球芸術調査を行った。第1次が大正13年5月から同14年5月まで。第2次は調査は大正15年から昭和2年までである。それに伴い鎌倉は、写真のほか調査ノート81点。 型紙などの瓶型資料2154点、陶磁器資料67点など、総計7512点に及ぶ沖縄の文化、歴史に関する資料を残した。それらは沖縄戦により打撃を受けた沖縄文化の保存と伝承に貢献した。鎌倉の記録資料は遺族により沖縄県立芸術大学に寄贈され保存されている。例えば、 歴代琉球国王のお後へは沖縄戦で消失したが写真資料が保存されたことでその容体を知ることができる。鎌倉は東京美術学校写真家主任の森吉太郎から新則物主義の技法を学び3年はかかるとされたドイツ製ダゴール界6.8レンズの4継ぎれ写真機の技術を3日でマスターしたと言われ戦後写真家の木村伊兵からこの写真は 大正時代の写真資料として貴重なものと賞賛された。また、竹内聖鳳の弟子、穴吹香里村からスケッチの方法も学んでおり、その腕の確かさは沖縄文化の違法の聖変で見ることができる。戦争中、東京、沼袋にあった自宅は空襲で消失したが、鎌倉は防空壕に写真看板を持ち込み、結果的にこれを守り抜いた。 鎌倉が残した写真なくして、首里城再建は困難だったことはよく言われるが、それ以前にも一度、鎌倉は首里城を守っている。広明会から補助金をもらって、伊藤中太と共に沖縄の調査活動に乗り出した矢先の1923年3月末、鎌倉は当時残っていた首里城正殿が内務省により3日後に取り壊され、 沖縄神社になるという新聞記事を見て驚愕し、文字通り伊藤の元に駆けつけた。与那原恵によると、小石川区名画谷の沖縄学生寮、名称塾から、本郷の帝国大学伊藤研究室まで、約2キロメートルの距離を走ったという。鎌倉は伊藤に記事を見せ、首里城保護を訴えた。伊藤も調査に取りかかる目先だったので直ちに、 内務省に赴き神社局長の大海原十吉に面会した。当時、伊藤は神社建築の第一人者であり、古社寺保存の権威だったので、大海原も逆らえず、すぐに沖縄県庁に取り壊し中止を命ずる電報を打ち、真一発で取り壊しは回避された。伊藤はさらに歴史学者の黒板勝美とともに、首里城を史跡に指定させた。戦後、 琉球政府行政主席や沖縄県知事を務めて、本土復帰の南極に所した、やら長病は、沖縄県市範学校での鎌倉の教え子である。ある時、鎌倉は、図画の実技試験に合わせて、筆記試験も出題したが、実技試験だけだと思っていたやらは筆記試験を、白紙のまま提出した。ところがすでに22歳になっていたやらは、 生徒のリーダー的存在だったので、他の生徒も、やらを真似て、白紙答案を提出したことから問題となり、鎌倉は強く謝罪を求め、結局やらは謝罪した。鎌倉はやらを高く評価していたが、増長しては、将来のためにならないと考え、強く出たという。やらは、謝罪した際に、鎌倉から激励を受けたと後に回想している。 鎌倉の沖縄研究の成果を公にするため、伊藤忠太や正木直彦の取り計らいで、広明会主催で、琉球芸術展覧会が1925年9月5日から、東京美術学校で開催された。鎌倉の収集した工芸品を中心に展示が行われ、合わせて、鎌倉のほか、伊藤忠太、東女貫淳、柳田国夫、伊波浮遊など、 そうそうたるメンバーによる講演会も行われた。戦後、沖縄の日本復帰間近になって、鎌倉が保存していたガラス甲板が注目された。サントリーの講演により密着プリントされ、さらにそれがフィルムカメラに収められた。プリントを見た鎌倉は鮮明に撮影前後のことを記憶していた。沖縄が日本に復帰する昭和47年。 沖縄の琉球政府立博物館では2月6日から3月12日まで、東京では5月11日から5月31日に、渡り、50年前の沖縄写真で見る失われた文化財のタイトルで、鎌倉が撮影した写真400点が展示され、展覧会に先立ち、沖縄タイムス市場で、鎌倉による写真と文章の50年前の風物詩が16回に、 またり連載された。展覧会では、歴代琉球国王のお後絵などは、人々が初めて見るもので特に目を引いたといい、氏族階級の清掃で来場する、人々の姿も見られた。沖縄での展覧会の入場者は18万6千人に、上り、琉球政府立博物館の新記録を作った。この写真展を機に、鎌倉の写真集、沖縄文化の違法が、 岩波書店の手で編集、出版されるに至る。ありがとうございます。